はいどうも、それではですね、今回はルパン三世のゲームですね。この、ルパン三世のゲーム、コロンブスの遺産は明けに染まるですかねっていうタイトルのゲームをやっていきます。よし、ニューゲーム、まあイージーでいくかな。ノーマル、まあノーマルでも別にいいっちゃいいんですけど、まあイージーでいいや、めんどくさいしってことでイージーにしときます。このゲーム昔1回やったことあるはずなんですよね。ただ1回クリアした後2回目やろうと思ったらディスクがいかれてて途中から進まなくなって、それで結局1回やった後はもうやってないゲームですね。久々にやるんで懐かしいなぁと思ってちょっと見かけたのでつい買ってしまったんですけど。で、金を下ろしてくる銀行にね、金を下ろしてくるって絶対勝手に金を下ろしてくるだけだろ。口座なんか持ってねえだろ。ダメダメ、ここは駐停車禁止。分かってるよ、どうせ金を盗むんだろ。で、いきなり気絶させた。風邪ひかないようにな、風邪ひかないようになって、そのノリが完全にテレビスペシャルとかそういうアニメの感じのあれに近いですね。金曜ロードショーとかのノリに。で、ローディング。ローディングが終わったらもう早速操作できるんですかね。これ終わったらもうサクサクっとゲームが進めれるわけですね。で、銀行の中に侵入して多分金庫目指していくんでしょうね。で、お金を勝手に下ろしていくと。ロード終わりましたね。お、なんか警備員いるぞ。早速。まず持ち物。チュートリアルか。とりあえずスタートボタンで開けばいいのか。メニュー画面を。で、歩きと走りを L1 で切り替え、で R をしながらスティックで、移動速度が速いと敵に発見されやすい。よし、じゃあ行ってみますか。寝てるな、警備員。寝てる。で、×をしながらスティックでローリング。ローリングね。OK。あ、寝てるやつが起きた。でも気づいてない。バレなかったな。なんか通ったような。気のせいか。よくあるやつですね。気のせいじゃねえよ。ちゃんと仕事しろ、警備員。こいつ。また寝るのか。いやー、夜だから眠いのはわかるんすけどね。仕事だからさ、仕事しろよ、こいつ。普通に通っても問題ないって言っちゃってるよ、ルパン。で、こっちは何もないのか。じゃあこれは電球マーク。なんかアクションとかアイテムを使用できる。で、マップが表示されてますね。写真撮るか。カメラ装備してやるとマップとか写真が手に入る。カメラここか。これですね。よし。これを、パシャリといけばいいわけですね。三角でパシャ。これでマップが手に入りました。マップ写真撮ったから多分いつでも見れるんですよね。こっちか。じゃあ。このゲーム視点変更できないのか。めんどくせえな。なんもないな。こっちですね。ここに来まして。なんかセキュリティがあるな。いかにもな感じの。なんだこのセキュリティは。赤外線センサーか。で、さっきなんか見た時にありましたよね。赤外線の暗視スコープ。みたいなやつ。これか。赤外線がいます。またここでじゃあツールでスコープをつけますと。いうか他に何があるんだろう。マップ。ああ、これが見れるやつですね。マップ。S ってとこがセーブポイントでしょうね。コスチューム。服装を変えれて。フォト写真。メモ。ボイス。はあはあ、とりあえずいいや。暗視スコープ。消えたタイミングで、8、ローリング。よし。で、装置を止めりゃいいのか？装置どれ？これ？違う。星型。他の部屋を見て回る必要がある。とりあえずスイッチこれか？切れるのか？お、これですね。多分。これでスイッチが切れると。OK。とりあえず赤外線は解除したから、あとはこの、なんか星型のくぼみ？これをどうにかする方法を探すと。で、マップをじゃあ見て、現在地ここなんで、さっきなんか人がいるなーっつってた方に行けばいいんですね。じゃあ、こっちか？こっち行って、なんかイベントか。おう、人がいる。警備員だ。警備員がいるぞ。気づかないで行っちゃったーってね。あ、人の気配ってさっき、あの警備員がいたから人の気配があったのか。これがいなくなったので、OK と。え？入り口ホール？うん。だからあれか。本当ならこっちが正式な入り口なのか。店長室。なんか重要なものありそうだな。そう簡単には開きそうにない。ああ。足場。2階に行くの？階段があそこで。なんかセキュリ、なんかパネル、足元が光ってる。なんかセキュリティだろうな、これ。なんか謎解き？なんだろう。床がダメなとき。あ、床がダメなときってそういうことか。ワイヤーね。はあ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 。なるほど、なるほど。ワイヤーね。オッケーオッケー。ワイヤーに切り替えると。間違えた。カメラじゃね。ワイヤー。で、これで、三角を使うと、シューッと打って、体を振って、えいっと。よし。で、シャッターの電源、これで、スイッチを押すと、どうなんだ？シャッターが解除されるのね。床の仕掛けは消えないんだ。あれじゃあ、戻りもあれ？またワイヤー？ここは、普通にあれか、入り口か。本当ならこっちから多分銀行に入ってくるんですね。じゃあこれでまたパシュッと打って、もう一回三角をして、ぶら下がり。ブランコみたいに体を振って、こうか。よし。いけましたね。で、開いたんで、なんかまた奥にスイッチあるな。どうすりゃいいんだ。こっち？こっちでいいのかな。これ奥どうやっていくんだろう。どっから行くんだろうな、これ。こっちか。ここはなんだ？まっすぐ行くとトイレ。トイレは、お、セーブができます。トイレでセーブか。じゃあセーブしとこうかな、とりあえず。トイレでセーブね。よーし、セーブデータ作っとこう。OK。よし。じゃあこれでセーブ完了したら続きをやってきますね。セーブ長えな。まだか。あ、終わりましたね。はい。トイレで用を足したらセーブかよ。流してるから本当に用を足してるじゃねえか。なんだこの光ってんのは。どこ？こっちか？距離感が分かりにくい。社員証、なんか使えそうですね。扉開けたりとかに。誰だよ、社員証置きっぱなしにするアホは。この光ってるの何？触れないの？なんも触れないです。あ、触れるわ。これがあれか？床のす、あ、やっぱ仕掛けを切るのか。OK、これで床の仕掛けも切りましたと。で、2階上がればいいんですよね。2階上がって、階段の上から足音。誰かいるのか。誰だ？警備員か。警備員がいますと。で、武器を構えて武器使う。気絶させるやつですよね。気絶じゃないか。眠らせるやつか。あ、これか。スリープシリンダー。これがあれば。回復とかいろいろありますね。よし。で、どうする？あ、こっちかいか。R1 だった。おお、暗いすぎ。R1 か。いかんいかん。さっきから L1 を押しまくって、あれあれってなってましたけど。R1 ね。はいはい。めっちゃ見つかったじゃん、もろ。大丈夫か。で、社員証を使って、顔を見られまくったぞ。おいおい、大丈夫かって感じでしたけどね。そうか。R1 か。L1 をしまくってたから。全然攻撃できねえな。あれあれってなってましたけど。で。地図見るか。地図。なるほど。こういう構造なわけですね。じゃあ、こっち側行って、また敵がいんのかな？お？なんか、起きたぞ。あ、今度は2人。隠れてやり過ごすか。お、ゴミ箱に隠れる？ゴミ箱ね。気づかないね。お約束のこういう感じの隠れる場所気づかんな。某ゲームだと段ボールとかね。隠れられるのは丸で隠れて×で隠れるのをやめると。でこっちは行くとどうなる？なんだ？なんか、物が置いてある。丸で掴んで、×で離す。で、押し引きできる。窓まで開いてる。ああ、だから窓通っていくわけか。これで棚を動かして、ああ、そうか、×で離さないと。特に何も落ちてたりしないですよ。下に。で、なんか物があるな。青いパネル。なんかどっかで使うんだろうな。で、窓が開いてるんで、じゃあこっから窓を経由して、これがだから今どこにいた？今ここか。こんなところにいるんだ。で、こっち側も窓が開いてると。不用心だな。窓開いてたらセキュリティ意味ないっすよね。で、どうせこれ赤外線のスコープだろう。これでもう切っちゃえば多分。赤外線がだから多分本当ならここに赤外線があって、窓を経由しないと、最初この部屋入ってきても取れないってことですかね。石の腕？なんか彫像にはめるのかな。あ、だからこのまま入ってこれたんですね、ここに。ただ入ってきた時赤外線があったんで取れないと。入らなかったからいきなり窓から行きましたからね。お、彫像あるじゃん。これだろ、絶対これだろ。あとなんかあるかな。なんもなさそうですかね。これだろ、絶対これはめるんだろ。はめます。で、ドアが開きますと。で、入り口ホールの2階に来ました。ほうほう。で、こっからどうするんだ。2階からなんかあるな。一般人形。ああ、コンティニュー用のやつですね。で、ここで三角で、ワイヤーでパシュンとやって、なんだこれ、今度向こう側に渡って、なんかあるか。なんだこっち渡ったら、ん？狙いは中央。あ、そういうこと？ああ、なるほど。頑丈な扉。なんか鍵を破るとかじゃなくて、こっから勢いつけてぶち破るってこと？強引だな。物理攻撃だ。強引にぶち破った。泥棒だから、お前。鍵破るんじゃねえのかよ。ぶち破った。で、何があるのかな。なんか、チェス。他は何もないな。チェスか。これだな。変なコマの置き方。この矢印。写真撮っとくとなんかいいことがありそうだ。じゃあカメラに変えて。カメラ。パシャッと。で、ポッと。なんだろう。まあいいや。とりあえず。はい、これでもういいのかな。あ、なんかある。なんだ。あ、ルパン人形。こんなとこにもあったのか。気づかなかったな。外壁来たとき。あれもこれで金庫戻っちゃえばいいのかな。金庫行ったら、なんか手に入れた石のかけらがはまるのかわかんないですけど。アイテム見よう。ちょっと。こうやってちょこちょこマップ移動でロードが入るんだな。アイテムで、これですね。青いパネル。違うのかな。これじゃダメ。まあ、一回金庫に行ってみよう。で、あ、黒かな、金庫。ダメなのかな。星型の雲。ダメか。あれ、なんか逃したんかな。どっかに何かがあるんだよな、じゃあ。どこだろうな。で、もう一回行ってみるか、さっきのとこに。なんか見逃した？なんかどっかにあったのかな？うん、星型のくぼみの何かを手に入れないといけないんだけど、この部屋にあったりする？ちょっと調べよう。ないよなぁ。どこにあった？なんかないのかな。なんもないよな。これは？あ、ここにパネル。あー、これか。端っこにはめてここで開くのか。お、これか。星型のパネルゲット。なるほど。絵を調べてなかったのか。オッケー。よし、これでようやく金庫室が開くわけだ。おほほほ。なるほどね。じゃあ、ロード終わったらもうサクッとですね、金庫室に戻って、くぼみに、さっき手に入れた星型のやつをはめます。で、そしたら、お金を下ろせる？勝手に。よし。はめるぞ。よし。はまった。ボタン押しますか。なんだってこと?これさっきのチェス盤だろ。ちょっと待て。チェス盤。おっと。右から1、2、3、4。4番目の、右から4番目、左から5番目の白いパネルから、前、左、前、前、右、右、右。OK。よし、これをじゃあ、やればいいわけだな。だから、1、2、3、4、5で、ここですね。こう行って、違うなんで違うあれ何が違うんだこの白いとこからじゃないのどういうことこれ駒か駒が関係してんのかじゃあこのいやなんか赤い線は違うわ赤い線かなと思ったんですけどそうすると、この駒の位置か?駒の位置かな?まあいいや。あ、そうなんだ。やっぱ駒の位置か。ということね。ここに、あと何だったっけ?ここか?ここに、あと何だったっけ?どこだ?違ったわ。ちょっともう一回、ちゃんと覚えよう。まず、黒いとこでしょ?で、その、前、1個前で、右に2個。で、黒いやつが、一番端っこの左。で、その次の白いやつが黒いとこで、その斜め、右上の白いとこ、で、端から2番目、一番端から4番目、いけるかな?覚えて、じゃあ、ここあ、間違えた。いかん。こっちだった。ここ。ん?ああ、もう間違えまくる。ここ。ん?あれ?ここじゃないっけ?ダメだ。あはー、もう押し間違える。ここ。で、ここの、どっちだっけここかおいったいった。これで、金庫が開くのか。OK。開いた。よし。開いたぞ。で、金庫が開いたら、こっちがあれか。さっきのなんか移動するやつ矢印の。そういうことか?ということは、こっちだな。4番目のとこから、右から4番目のとこから、前、左、前、右。だから、1、2、3、4、ここだな。ここ行って、OK。OK ですね。一歩一歩着実に。で、こっち行って、前。で、右。OK! 全部パネルが青くなりましたね。で、金庫が開きましたと。おー、めっちゃ大金入ってんじゃん。よし。俺の貯金。勝手に金をこいつ。よーし、これで、お金を。ゲットってわけですね。もう、大金、たくさんありますね。いつの間にかこんなにって、引き出しちゃいましょうね。お前の金じゃねえけどな。で、どうすんのこれで。なんかあんの？なんもなくない？ああ。おお、こんなに入るの？おかしくない？どんだけ入るんだよ、袋に。物理的に量がおかしい。なんだこれ。地図。あー、なんか金庫で地図手に入れましたね。あとはなんもないかな。なんか微妙にお札が上に2枚残ってる。この辺もちょっと残ってる。こんなに入らんだろ。量がおかしい、物理的に。で、金を手に入れて、で、脱出ですかね。キョロキョロ、うん、え？おいおい、金溜め込みすぎだって。よし。おう。で、これで逃げるのか。あ？と思ったら、おう。捕まったじゃねえか。閉じ込められた。なんだ？なんか貯金したって利子はつかねえぞ。利子はつかねえ。お前みたいな世界の不良債権、誰が貯金するか。何？ああ。これだ。銭形さん。久しぶりだな、ルパン三世。違った。銭形じゃないわ。声がそういや。誰かと思ったらマクリード警部。その余裕がいつまで続くか。銭形かと思ったわ。こういうとこで来んの。はい、どうぞ。お前は手錠抜けの名人だからな。牛用だ。牛用の牧場の夢でもみな。牧場で。いや、お姉ちゃんに囲まれてビールを。牛用のお前、麻酔銃みたいなやつで撃たれたわけですね。麻酔薬。起きろよ。いつまで寝てるんだ。で、新潟かと思ったわ。あんなとこで来るから。違ったわ。で、ルパンはこれで捕まったわけか。眠らされて。これ、牢屋かな？独房？連邦刑務所だ。刑務所に入った。連邦刑務所？シャキッとしろ。そこでおねんねするために捕まったんじゃねえだろう。うん、まあそうですね。おねんねするために捕まったわけではない。ゴマの独房は？外からのゴマは無理だ。誰それ？わかった。独房の場所はこっちでなんとか。304。頼んだぜ。さて、ゴマーちゃん探しを始めた。ゴマーっていうやつを探す。ああ。そのためにわざと捕まった？いや、どうなんだろう。わざと捕まったのかな？金手に入れようとしてたのは本当なのかな？どうなんだろう。うん。わざと捕まったのか。金を手に入れようとしてたまたま捕まったから、ついでにそのゴマーちゃんってやつを探そうとしてんのか、どっちだろう。そしてこれ誰？後ろ姿。誰だ？刑務所内の地図。ああ、だから持ってたやつ全部取られたのか。アイテムないのかな。でも地図は頭に入ってるのかよ。マップに登録された。でこっから独房から詰めていくわけですね。では今回はここで終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。